南の島からこんばんは、バリトルコの宮田、これです。今回はですね、バリ島のスーパーでこのスーパーノニを見つけました。なのでこれが本当にあんなにまずいのかっていうのをですね、検証していきたいと思います。いや、なんかバラエティとかでさ、罰ゲームでなんとかできなかった人はこのノニジュースみたいなのが出てきて、なんか誰かこうガラガラ運んできて、うわーまずい、うわーみたいなやるじゃないですか。嘘じゃないかなと思ってもう本当にリアルな感じでやろうと思うので、やらせとか一切なしで、僕も飲んだこともないですし、バリ島でね、この間初めて見つけたんですよ。まあ、これノニがちょっと本当にあんままずいのか調べてみようっていうことで、今回やってみようと思います。それではバリ島の見方スタート。でね、やるんですけど、やっぱさ、罰ゲーム的な要素が欲しいので、いや、わかった、一人じゃんけんで負けた方がボブということにしようと思います。いきます。最初はグーじゃんけんポン。どっちのリアクション取ればいい？よし、じゃあ実際にちょっと開けていってみようかな。スーパーノニとかね、立ってだね、ここか、はいはい、はい、こんな感じになっております。くせぇ、畳の腐った匂いする。くせぇ、古いタンスの匂いする。くせぇ、古民家のダメな時の匂いする。あ、くせぇ、捨ててある靴。くせぇ、廃墟に置いてある机。よし、あ、ちょ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 、あっつ。いや、持ってきたけれども、どんぐらい入れたらいいかね。まあ、通常は多分1個な。通常を1個入れるじゃん。濃いめのために2個入れるじゃん。で、なんか多分、いや、少なかったからだよとか言われるの嫌だからもう1個入れる。それだけ入れればさすがに大丈夫っしょ。よっしゃ、ちょっと待ちましょう。臭いな。なんか臭いな。臭いぞ。じゃあ、こいつが臭いんだな。こっちじゃないわ。こいつが臭いんだ。ちなみにですね、その間にノニーについて説明をしておきましょう。ノニーはですね、正式名称は八重山青木。ノニーはハワイの言葉なんだね。学術名はモリンダシトリフォリア。書いてあったな、ここに。スーパーノニー、モリンダシトリフォリア L。原産は東南アジアからオセアニア地方で、主に赤道付近の太平洋の島々で自生している。ノニはインドネシア原産のアカネカモリンダ属の熱帯性植物。和名が八重山青木。なんかよくわかんないけど、いろんな名前があるのね。2000年以上も昔から太平洋の島々で奇跡の果実と呼ばれ、健康を維持するために欠かせないハーブとして、知られ、ジュースやお茶として利用されています。ノニにはビタミン類やミネラル類、アミノ酸をはじめとする140種類以上もの有効成分が含まれていますと。非常に多くの健康成分を含んでいることから、健康な体づくりや老化防止、肌のトラブルなどの改善など、様々な効果が期待されていますということで、来てますね。なんか匂ってきたな。くせえな。こっちからは匂ってないんだけど、すごい色してきた、下の方が。ちょっとスプーン持ってこい。よいしょ。いや、スプーンなんてね、高貴なものはうちにはなかったので、割り箸になりました。おおほほ。わかるかな？結構出てる。色がね、やっぱ度数で黒い感じになってますね。どうだろう、これは。3つも入れちゃったよ。絶対ミスじゃん。もういけるかな、そろそろね。そしたらね、ちょっとギュッギュッとやっといて。よし、じゃあ実際に飲んでみようと思います。もうガチでやる。要は芸能人の人はさ、バラエティ番組の人はもう全部ね、やらせとは言わないけど、あるじゃん。絶対、まずいものです。出されたらさ、うわ、まずって言わないと。そういうリアクション求められて出てる人たちだからね、あの人たちはね。僕はもう本当に素の感じで、うまーってなるかもしれない、本当に。何全然普通じゃんってなる可能性もあります。よし、結構出たんで、じゃあ行きましょう。まず匂いが匂いがね、だから、なんだろう、ほんと落ちてる雑巾。よし、ちょっと勇気を持っていただきます。まずい。でもほんとね、お茶なんで匂いだけだ。匂いだけ、やっぱなんかこいつの匂いと同じ感じだわ。くせえ。味自体はやっぱお茶なんで、その分大丈夫っていう感じかな。昆布
でね、ちょっとね、酸っぱい感じがしますね。でも、あのレモンティーのレモンまでは酸っぱくないんだけど、ちょっとその要素入ってるよねっていう。くせえ。でも、飲めなかないです。鼻がいかれてるのかな。あー、ちょっとね、味が出てきましたね。最初の方はやっぱ、匂いがやっぱ一番に来たんですけど、ちょっと味も来たな。その酸っぱさから。匂い通りの味、あ、雑巾の味って言うとおかしいけど、なんだろう、あの本当古い服、古着の雑魚い古着あるじゃないですか、より、まあ、ヴィンテージのとかじゃなくて雑魚いタイプの古着の、古着を包むあのでっかい布、一番わけわかんない例えしてるな最近で。これ飲み干さないとダメかな。ダメだよね、飲み干します、健康のためだからね、健康にいいんだよ。でもね、あんなほどではないわ。あの、一度、うわーみたいになるぐらいではない。それはね、わかんない。お茶だからかもしれないし、ジュースじゃないからかもしれないけど、ちょっと持ってんじゃないっていうのは思ってきました。お主も、一杯どうじゃ。いえ、私めは、大丈夫です。長寿の秘訣ぞ。いえ、大丈夫です。良いから飲め。いや、本当に結構です。みたいな、なんかさ、今でいうアルコールのパワハラみたいなのあったのかな、昔とか。うん、濃くなってきた、下の方。インスタ映えカフェで出したら、あの、ぶん投げられる飲み物だな。あとちょっと臭さはすごいよ、この最後さ、こう飲む時にこのコップの中に匂いがすごい充満するじゃないですか、クルンってなるから、液がクルンってなるから、その時の匂いが一番きつい。ということで、ごちそうさまでした。ということで、今回は、スーパーノニ、ノニティがですね、本当にあんなまずいのっていうのを検証してみる動画でございました。ぜひ、バルトに売ってるんで、よかったら皆さん、スーパーノニ、ちょっと試しに買ってみてはいかがでしょうか。ぜひ、この動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。バルトのコナン方、これでした。バイバイ。まずいよ、でも普通に考えたら。